ジョルスン物語は1946年のアメリカ合衆国の電気映画。監督はアルフレッド・イ、e ・グリーン。出演はラリー・パークスとイブリン・キースなど。世界初の陶器作品である映画、ジャズシンガーの主演俳優として知られる歌手で俳優のアル・ジョルソンの半生を描いたミュージカル映画である。なお、本作の公開当時、ジョルソン本人は存命中であり、 主演のラリー・パークスの歌声は、ジョルソンによる吹き替えである。第19回アカデミー賞において6部門で、ノミネートされ、2部門で受賞した。戒律の厳しい、ユダヤ人の家庭に育った少年エイサ・ヨルセンは、旅芸人、スティーブ・マーティンに才能を認められ、父の反対を押し切って、芸人となる。後に芸名を、アル・ジョルソンと変えたエイサは長い下積みを経て、ブロードウェイの大スターとなる。 そして、ハリウッドにも進出した、ジョルソンは、女優のジュリーと結婚し、夫婦揃って、スターとして活躍するが、田舎での穏やかな暮らしを望む妻の希望を叶える、ために引退する。しかし、引退後も変わらぬ人気を誇るジョルソンの、小ビジネスへの熱い思いに気づいたジュリーは、彼の元を去る。ジョルソンの妻となるジュリー・ベンソンのモデルは、ジョルソンの三番目の妻、ルビー・キーラーであるが、 最初と二番目の妻については全く描かれず、ジュリーとの結婚が初婚であるように描かれている。また、ジョルソンとルビーとの間には、子供が一人いるが、その存在についても描かれていない。ありがとうございます。